35年あの流暢な日本語ではない申し訳ないんですけれども、あの一応書いております。頑張ります。あの皆さんこんばんは、アンショーと申します。本日は素晴らしい会合にお招きいただき誠にありがとうございます。今日はこの日本と私の祖国イギリスであるにおける変化と継続性についてお話しさせていきたいと思います。今あの4つの難しい話があったんですが、私の話は、まあ、デザートのようなものになると思います。本題に入る前に、まず先般発生いたしました熊本県の中心とした大地震で極めて深刻な被害を発生しております。その中にも、ご親族の方や、ご友人など近しい方の被災されたものもいらっしゃるかもしれませんけれども、こうしている間に私心穏やかならぬものもあると思いますので、私の話を付き合っていただきたいと思います。さて、現在小さな製薬会社を経営し、ルマチのための医療機器を、開発を行い、またそれと別にあの NPO 法人を代表として自殺予防の、啓蒙活動をしております。普通はあのこの自殺予防の問題については多くしゃべるんですけれども、今日ちょっと違うテーマにしたいと思います。私が初めて日本に来た時、今遡ると約40年前のことですが、当時私は高校を卒業したばかりのことですが、来日する前には時代劇や侍の印象が強かったのですが、いざ来日すると近代化された街並みが続く大都会であることが分かり、やはりヨーロッパ人は日本のことはよく分からないということで、通算いたしました。私の、家は代々助手を勤めている家系ということもあり、爵位やその歴史などを重んじてきました。そのため来日前、天皇制を敷く日本もあ、もうまた、そしてその制度や文化を重んじる国であろうと考えて、こうした先入観を持っていましたが、実際には爵位をの廃止や欧米文化の積極的に取り入れようとする点など、日本は変化を嫌うことはなく、文化や伝統以外のものにも強い関心を持ち、重き置いていることが分かるようになりました。例えば1700年代欧米の貿易が拡大の一途をたどっていましたが、その彼らには大きな問題点が存在しました。それは正解な地図がないことです。当時は地図は経験から書かれたものですが、さらなる正確さを求めるべく、女王エリザベス一世が測量士を全国に送って正確な地図を作るように命じました。ただし航海に使う海図の場合はそう簡単なことではなく、しばしば暗所に乗り上げたことです。その後緯度と経度の導入でこの問題は大幅に改善しましたけれども、星や太陽の位置で計算できる経度に対して経度はその預かり大変難しいことでした。またちょうどその頃1707年に英国の軍艦が暗礁に乗り上げ、約5000人が命を落とす大事故を発生しました。そのために
政府は警護庁を設立、その問題を解決できる人に賞金を提供することとなりました。当時地球の寸法はすでには知られて、地球は4分に1度の速さで動いていると理解されていましたが、時計を使うこと、この問題は解決されていないでした。皆さんはよくご存知だと思いますが、当時の時計は振り子とお守りで動いているから、会場で使えず、経度の問題が解決できなかったです。私の先祖、トーマス・アーンショーは有名な時計職人でした。広報のために特殊なバネを開発し、ちょうど100年後、1805年にイギリス政府から1億円相当の賞金を授与されました。今でも、アーンショー製の時計は販売されています。これが一応そうなんですけれども。当時は進化論で知られるチャールズ・ダーウィンがガラパゴス諸島に訪れた際に乗っていた探検船ビーグル号にも暗証の時計が採用されました。当時時計は大変高価なもので、船の建造費用の3分の1に当たったと言われました。この時計はロレックスではないんですけれども、私に意味深いものです。こうした事例からも分かるように、もともと私の祖先をはじめ英国では時計産業が夢でしたが、日本の時計産業のすごさが知れ渡るようになると、その対等のとともに、かつて一大産業であった英国の時計産業は徐々にその勢いに陰りが出るようになりました。かつて英国の首相であったチャーチルは、 To improve is to change, to be perfect is to change often という言葉を言い、それはすなわち変化することは改善することで、完璧になるなら頻繁に変更する必要がありますという意味の言葉です。この言葉からも分かるように、国家というのはその大きな時代の流れの中に流移世紀もあれば低迷する時期もあるのです。しかしいつでも必要な応じて変化することを恐れず、邁進し続けることで素晴らしい結果を手に入れることはできるはずです。イギリスも日本もイギリスもと同じ島国で長い誇り持っている歴史を持つ国同士です。どのような事態、どのような国難に見舞われようも、その未来は必ず喜ばしいものになることでしょう。現在は低迷気味でありますが、またいつの日再び世界経済の中心的で担い手として輝くだろうと思っています。聞き苦しいの本音で失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。